ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はレンタルジュエリーの16番をご紹介してまいりたいと思いますね。よろしくお願いします。地金だけでできているような感じの組み合わせになりますね。そこが特徴ですね。私のなんか組み合わせの結構工夫を入れているので、ちょっとそういう感じをね、思ってもらってみていただけたらと思います。よろしくお願いします。ね、ペンダントなんですけど、結構ね、華奢に見えてですね、線形の太いプラチナのチェーン、小豆チェーンと、間に入るステーション的に入る粒のね、なんかカットがしてある感じのスクエア調な感じだとか、ダイヤっぽいっていうかね、なんかそういう感じの、18金イエローゴールドが入っているもんだからっていうことで、これチェーンだけなんですよ、もともとね。そこへ、なんかコーヒー豆のようなモチーフで、ダイヤ型向きになって、こう、スクエアがね、そういう向きになってる、なんかコーヒー豆みたいですよね、これね、アップにするとね。なんかそういうののペンダントのトップのモチーフ、これは18金イエローゴールドだけでできてるんですけど、この、ダイヤっていうモチーフが、この、ちょっと細かいことなんですけど、間にゴマみたいに入ってる、この小さな粒の、そのカットのダイヤっぽいところに合わせてみたんですよね。これで、合うんじゃないかっていうことで、私が組み合わせました。これね、そういうものになりますね。それでですね、ホワイトゴールドとプラチナってね、そんなにね、見た目わからないもんだから、プラチナってよく暗い色の方だよって言われるから、違うっていう人にはすごい違う、全然違うと言うかもしれないけど、やっぱね、一緒に使っちゃってね、構わないかなって私は思っていまして、結構ミックスして使っちゃってます。なかなかね、プラチナだけで揃えるって言ったって、今ね、ホワイトゴールドの方が多いですよね。だからね、ちょっとそれもね、あんまこだわってもしょうがないなと思ってミックスしてます。で、さっきプラチナのそのチェーンだって言ったんですけど、ここでのね、ブレスは2つは18金イエローゴールドと18金ホワイトゴールドになります。全く同じもので、ミラーボールのなんかツイストぐるぐるってギャーって回っている感じのイメージのね、そういう感じのミラーボールの回ってる状態をそのままストップしたような、なんかちょっとそういうイメージなんだけど、そういう粒がこう一連になった感じのね、イエローゴールドとホワイトゴールドを2連に1つずつつけて一緒に組み合わせていますね。これはペンダントのチェーンを意識してますね。やっぱり白と黄色が入ってるからということで、同じようにこれも2連でなら色違いでそういう風にやると、なんかちょっとシャレが効いてる感じかなと思って、これを持ってきました。なんかですね、私のちょっと工夫としてはですね、まあ同じようなアイテムっていうのもそうなんだし、華奢なものでも一つだと、二つつけるとボリューミーになるんじゃないかっていうところで、ちょっとそういうところからね、二つ付け二連にしたりすることがちょっとよくあります。これも送風ですね。で、これね、偶然なんです。偶然というかね、いろいろ偶然もありました。ここまで揃ったんだからこれ探そうって言って探したのもあるんですけど、ブレスとね、同じ、さっき言ったようにグッとギャーって回った感じの、ストップした感じの、筋の入ったミラーボール、の粒でできたリングですね。一応針金みたいな感じに中になっていて、フリーサイズ的な感じなんですけど、ある程度号数はありますね。これも同じようにブレスと同じ調子を合わせて、色違いのホワイトゴールドとイエローゴールドの組み合わせで2連につけたらすごいかっこいいじゃないかって思って、もうこれにはもうあのブレスにしてこのリングだなってもう思いましたし、あのネックレスチェーンにしてこのブレスとリングだなって思って、自然にね、この組み合わせが集まってきましたね。これのね、お洋服なんですけれどもね、どんなコーデをするかっていう感じなんですけど、やっぱりね、シャープな感じのモチーフなのですね。尖った感じというかね、かっこいい感じ。そうするとね、かっこいいようなコーデっていうとね、活かされるかなって思いますね。ふんわりした丸い感じとかフリルとかいうよりは、シンプルなね、何でもないカットソーとパンツとかですね、こういうところにこれを添えて、ちょっと花を出していくっていうことが、なんかこういうのが活躍してくれるのかなってね、これそんなにめちゃくちゃ大きなアイテムではないんですけど、なんかそういうふうに思います。今回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。